はい、4月30日から行われる日本選手権競輪、まあ俗に言う競輪ダービーなんですが、今回の動画っていうのは、まあ私なりの目線で見て、今ダービー制覇に一番近い選手、ダービーを制覇できる選手は誰なのかっていうところをお話ししたいという、そういう動画になります。で、まあ率直に申し上げますと、山口105期の清水博人選手です。では、なぜ今回清水博人選手に注目しているのか、その根拠と理由というのをね、ちょっと説明していきたいと思います。まず今年に入って清水選手の走りっていうのが、かなり去年とは変わった走り方をしているというところ。去年までの清水博人選手っていうのは自力のまくり一本での勝負をする選手というね、イメージだったんですが、今年に入って位置を取りながら良い位置を取ってから最終3、4コーナーあたりで一気にまくって一着になるっていうね、そういう走り方に今切り替わっています。で、その切り替わった走り方っていうのは特にハマっていて、もう今年に入って記念レースを2つ制覇して賞金ランキングでも上位にいますので、かなり今実力のある、油の乗っている選手かなと私は思っています。で、今回はちょっとね、その清水選手、まあ、競輪わからない人向けに簡単にシミュレーターを使ってね、少し清水選手がどういう走り方をするのかっていうところを説明していきたいと思います。まあ、で、まあ今回、シャバー1番、ここにね、清水選手という仮の形で、シャバーを振ってありますが、競輪ダービーのレースのシャバーとは全く関係ありませんので、その辺はご理解いただければなと思います。で、まず清水選手の走り方は、どういう走り方をするんだ、というところですが、まず、競輪わからない人向けに説明しますと、まあ簡単に説明しちゃうので、ちょっと抜けている部分もあると思うんですが、まず、競輪選手っていうのは、自力の選手と自在の選手、この2パターンです。自力の選手っていうのは、レースの中で残り2周回とかになってくると誘導員っていうのが抜けるんですが、誘導員を抜いた時に、ラインの、こうね、レースがこう1列でこう途中まで進んでいるんですが、自力の選手がラインを上げてきて、一気に前を奪って、レースの動きをつける。で、この場合だと、5番の選手、ここもね、自力の選手なので、前に行ったなら、前を奪い返すとか、まあ、レースの動きを変える選手というところ、まあ、そういう意識でいいと思います。で、基本この自在の選手、まあ、このね、ライン先頭の後ろについてる選手も自在ってなってますけど、基本こういう選手も自在と捉えていても構わないのかなと思います。まあ、私は基本自力と自在の考え方でいて、ライン先頭走る選手は自力、その後ろに走る選手は自在と考えております。まあ、それは人によってちょっと違うかもしれないんですが、で、まあ、自力の選手っていうのは基本前を走ったりして、後ろに行くよりかは前で走りたいっていう選手たちなんですね。で、自在の選手はどうなのかっていうと、まあ、自在の選手っていうのはここが先行するっていうのはね、選手たちも、こう、出走表がバッて出て、それを見た時に、まあ、ここに自力の先行選手がいるってなると、では、この後ろについて走っている方が、空気抵抗を受けないで、レースの序盤で足を溜めて、走れるなぁということを考えて、このね、自力の先行型の後ろの選手いれば、この後ろを奪ったりとか、今回の場合だとこの2番3番、この2番の選手も自在なので、この後ろ欲しいというところで、こうね、位置を取ったりして、まあ自在の選手っていうのは基本そういう位置取りがメインになります。まあだから一気にラインの先頭立って、レースの動きを作るっていうことはほぼほぼない選手たちですね。この、どこかの後ろにつく、番手についてるっていうんですけど、この先頭の後ろについてる選手も基本はだから、自力ではなく自在になるんですね。その、自力選手の後ろにつきたいっていうのが基本自在です。で、自力の選手の中にも、2通りの自力のパターンがあるんですね。その2通りのパターンっていうのは、先行自力型と、まくる後方からまくる自力型のどっちかっていう2つのパターンに分かれます。積極的に先行して前を走りたい先行タイプ。後方で足を使わずに、最後まで体力を温存して、最終周回になった時に一気にまくりに行く後方から、ラインを上げてくるっていう選手を基本、自力のまくりタイプと、そういうね、2パターンに私は分けて考えております。で、清水博人選手、まあ、注目しているここですね、1番。清水博人選手は、自力のまくりタイプなんですね。だから後方で足を溜めてから一気に最終周回で、ぐっとね、前に上げてくる選手なんですが、今年に入って清水選手っていうのは、かなり位置を意識した走り方に切り替わっているんですね。なので、まあ、今回のこういったね、まあ先行選手が、この8番っていうのが自力の先行する選手、常に前を走っていたいタイプっていうのが番組にいれば、残り2周回、ここがね、上がってきたところ、この後ろを
キープする。この後ろをキープして先行する選手、位置を取って体力を温存する。まあそれだけだとただの自在選手みたいな感じなんですが、清水選手は体が強くて結構こうね、後ろから来るんですが、まあ本来だったらこの7-8の7-6と続くこの後ろにいるよりかは、本来だったらここにいた方が位置は有利なんですね。だから結構横の動きとかもできるので、結構後ろからこうね、こう息の上がってくるところ、ここをそのスピードに合わせてここの番手を横の動きで7-6をね、こう弾いてここをね奪っちゃうみたいな、そういうこともできる選手になっているので、体の強さとかで最終的にこう自力でグッとまくってくる、最終回になって一気に抜け出してくる力っていうのもありますので、まあそういうところでも強い選手っていうのが清水選手、まあトータル的に何をやらしても今強いんですね。てか何でもできるんですね。まあっていうのも、まあ競輪選手全部それやれば強いじゃんみたいな話になりますけど、やっぱりその時その時の調子があるんですよ、競輪選手って。今こういう形がハマってて、どのレースでもそうやって自分の走り方をうまくコントロールできるっていうのは、その時その時の調子があるので、その調子がいいっていうのは私から見ると清水選手なんですね、今回。だから結構どの位置にいてもいい位置を奪って、やっぱり自力ダッシュ力もあるので、もし後方に置かれるようなことがあっても、まあ後方から一気に前に出れる力っていうのも備えているので、もうやはり今現在清水裕人選手っていうのが私の目からすると今絶好調。どういう動きにも対応できて、いい位置も取れて、最終的にやっぱり自分の力ダッシュ力もあるので、いい位置を取ったらもう最終的には3、4コーナーから一気にズバッと抜けてきちゃう動きっていうのができる選手っていうのはやっぱりね、清水選手なのかなと思っています。まあそういうことを踏まえて、今回私はね、清水裕人選手、もしかするとダービー制覇に一番近い選手はこの選手なんじゃないかなっていうのを、まあひしひしと感じているわけですね。わかりにくい説明だったかもしれませんが、まあとにかく今その自力と自在の話をしたんですが、自力自在どちらも持ってて、今年に入ってまあ何レースも見てるんですけど、どのレースでも上位に絡んでくるし、ちょっと着に入れないようなレースでもまあ見応えあるレース見せてくれるのが清水裕人選手というところを、今回は清水選手を推していますよという、まあ、まだこれからね、他にもレース清水裕人選手出ると思うんですが、まあやはりその中でも注目私はしてますし、まあこのままこの調子をね維持して、もしくはそれ以上に調子を上げてくれば、今回私は清水裕人選手を優勝できる選手の候補として挙げたいと思っております。まあただまだね、ちょっと日にちもね、ダービーまであるので、その中でまだレースがいくつかあって、そのレースを見て、またちょっと言ってる子、言うことが変わるかもしれません。清水選手が例えば、落車をして怪我をした、なんてことになれば、ちょっと他の選手に目が行ったりもするし、今まで良かった調子が、全然位置取りも良くなくて、ちょっと出し力も少しなくなっているとかっていう形になれば、まあ、また少し、今回の優勝しそうな選手の予想っていうのは少し変わってくるかもしれないんですが、現状では清水選手、私の中では一押し、というね、ことを、今回、ダービー前に動画としてね、こうやって皆さんに伝えられればいいのかなと思いましたので、今回はこういう動画を投稿してみました。もちろん、私だけの目線で見ている感想なので、皆さん他にもね、いろんな見方している人も多いと思います。私は清水選手ではないとか、違う性、私はこの選手だっていうのはね、競輪ファン、車検を買う人たちっていうのはやっぱり一人一人みんな違う考えでいるので、まあそれで私はこういうところからこの選手を推してますとかっていう何かあれば、いろいろコメントしていただければ、私も参考になって助かりますので、まあ、この動画に対して私はこう思ってるんですよね、みたいなことがあれば、ちょっとね、コメントいただければ助かります。はい、ということで今回の動画は以上になります。競輪ダービー、これからですが、私はね、今からもうすでにね、ダービーに向けて選手たちの動きとか、そういうところをチェックしながらね、また他のダービーに関する動画っていうのを上げていこうと思いますので、その時は、何卒ご視聴いただければ、私の方もありがたいです。はい、それでは最後までご視聴ありがとうございました。